来ました。来ましたわ。来ましたよ。沖縄に着きました。沖縄です。はい、ありがとうございます。ご案内ください。ありがとうございます。現役者から拝見しました。やっと、やっともらえる。ありがとうございます。待って、見てください、プロこれ。プロ、ありがとうございます。お待ちしてますんで。応援します。頑張ってください。やったね。おはようございます。おはようございます。最終日。はい。いや、このホテルともお別れですな。寂しいな。最高のホテルやったな。いやー、さっきなんかね、言ってましたね、ホテルの方が、うんうんうん、なんとか会となんとか会が同時に見れるホテルはうちだけですよ。全然覚えてんやないかい。なんとか会、まあその辺はちょっと調べてください。ええとこやのに、そこ頼むでほんまに。ね、言ってましたんで。はい、いや、いいホテルでしたよ。いいホテルでしたね、ほんまに。ということで最終日、はい、最後宜野座の方へ、はい、ちょっと寄ってね、帰りたいと思います。行きましょう。行ってきます。行きます。ナイス。はい、ということで着きました。宜野座、バイトするならエントリー宜野座スタジアムでしたね。はい、もうスッと言えるようになりましたね、ほんまにね。ということで、ここでね、皆さん楽しみましょう。楽しみましょう、最後まで、はい、今日もちょっとサインもらえちゃったりするのかなっていうことで、ね、それないかなないかなということで ね、最後練習見て入りたいと思いますので、はい、はい、最終日楽しむで。最後まで楽しみます。それだね、まだ誰も出てきておりませんな。そうですね、まあ、ではもうちょっとしたら多分練習始まるんじゃないかな。そんな感じですか。もう9時、9時、うん、いや早起きしたね。早起きしました。いや普段ほんまこんな早く起きる生活送ってないから。そうそう、僕ら生活歪んでるんでちょっと、はい、YouTuber はこんな感じやからね。いや、そう、みんなみんなそうじゃないですか。YouTuber にもよるけども、よるけどもね。はい、いや最終日、はい、じっくりこのマナコに、可愛いマナコに、可愛いマナコ焼き付けていきましょう。可愛いか。あ、おはようございます。おはようございます。トラ男、トラ男ガチ、トラ男ガチャ、うん、これチームショップアルプスもありますけども、はいはいはい、見てください、沖縄キャンプバージョンということで。いやこれやっとかなダメでしょう、ね、やりましょう。これアクリルスタンドが一番スーパーレアなんで、ビッグアクリルスタンドが、ね、スーパーレアなんで、これ当てたらね。あ、そっか、持ってるよ。最高、ビッグ出ろ。まあビッグはあれですもんね、その人の価値観ですから、そのね、僕がビッグだと思ったらビッグなんで。どれがか分からへんからね。最後、あれすぐ出た、出ましたよ。まあまあ大きさ言えばこう ビッグですね。いやいやいや、ビッグ、違います違います、ノーマルです、ノーマル。あ、グッチ原口選手、グッチ、はい、当たりました、グッチ原口選手。あ、まあまあ似てる、似てるっちゃ似てるねこれ。イラスト批判やめてもらって。イラストだ、悲しいもんで、そっくり、はい、そっくり、そっくり、はい、やってるやってる、野手がねバッティング練習してますわ。ノイジー、ノイジーちゃん、シルト、ほんまありがとうだね。毎回言うてるからね、一応ね。ララレッツゴシェルドン、ララレッツゴシェルドン、ゴートゥービクトリーシェルドンノイジー。でゴールやないか。ゴーダスクレツ、ゴールやないか。シェルドン、シェルドン、サンキュー、サンキュー、サンキュー、シェルドン、サンキュー。笑ってくれた、笑ってくれた。シェルドン、サンキュー、ホームラン、サンキュー、ありがとう。リクラ、リクラ、よろしくお願いします。センキュー、ありがとう。サンキュー、サンキュー、頑張ってください。ファイト、ファイト、頑張って、めっちゃ応援してる。アイラブゲラ、ゲラ、ゲラ、アイラブゲラ。やばい、やばい、ウロタ、ウロタ、ゲラ投手、ゲラ投手、ウロタ素晴らしい、めっちゃ可愛い笑顔やった、ねえ、ありがとうゲラー投手、緊張した、
ちょっと拙い英語でしたけどね、いろいろ伝えられましたね。 I love ゲラゲラ言うてましたね。ゲラナイスガールが仲間知ってる英語適当に繋ぎ合わせて言いましたけど、英語言ったけど、ゲラゲラサンキュー、応援するよ。シェルドンシェルドンシェルドンサンキューシェルドンラブ I have a your champion uniform。 シェルドンシェルドンシェルドンラララレッツゴシェルドンラララレッツゴシェルドンイエービクトリーシェルドンノイジーサンキュー嬉しい、マジで嬉しい。ちょっとやばい、震えてますね、震えてる震える指先高鳴る鼓動、そういうことじゃないですけども、シェルドンシェルドンノイジーサインもらった、たまらん、やばい、めちゃくちゃ優しい。しかもユニフォーム買ったことも言えた、チャンピオンユニ買ったこと伝えた、言えたし、笑ってくれたな、笑ってくれた。 I have a your champion uniform。 シェルドン最高と応援歌もね歌えましたしね。ラララレッツゴシェルドン、ラララレッツゴシェルドン、ラララレッツゴシェルドン、だからチャチャやってくれたもんな。やってないやろそんなんやってないやろ聞こえんかったもん。シェルドンありがとう、ありがとうございます。シェルドン最近投手お願いします。はい、ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。佐伯投手、佐伯投手、佐伯投手、ありがとうございます。でかいよ、足長いよ。足長いスタイルがね。お子さんともめちゃくちゃね優しく接してましたね。いや笑顔爽やか。ね、もう今年は二桁いけます。いけるでしょ。間違いなく。よいしょ。はい。佐伯投手頑張ってください。雨やんでくれ、頼む、晴れてくれ大竹さん来た、終わりやこれもっと降るで一緒に、一緒に、あとマジックとデバル、はい、あ、すいません、ありがとうございます。お願いします。大変なません、ありがとうございました。本当それね、いや、もうこちらこそいや素晴らしいピッチングでした、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。急に雨が降ってきて、ね、今降ってますけども、はい、なんで雨降ってきたんかなと思ったら、青柳さんが現れました。ありがとうございます。こんなことあります？すごいな。うまいことできてるね。ああ青柳さんできて雨降ってくるっていうな。そうで青柳さんもね、うん、あ、雨降ってきたんでもうそろそろ終わりまーす。青柳さんな。わあ、やばいやばいやばいって。それ青柳さんのせいですか？雨降ってきたら終わりますね。すぐ降るなーって言いましたからね。晴れろ。よかった。ギリギリもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。しかも僕は日本シリーズありがとうございました。ダイナーさんありがとうございましたって伝えられました。なこちらこそ。こちらこそです。ああいいなー。よかった。ちょやっと語彙が出てきましたね、うん、ようやくちょっと喋るようになってきました。青柳さんありがとうございます。エースエースエース、あんたがエース、あんたがエース。ということでちょっとお昼ご飯しましょう。いやちょっと緊張したからね、お腹空きましたね、本当にね。ああまだ興奮しとる、興奮してます。ということでね、今日もパーラー井野さんで来ました、買ってきました。はい、美味しそうな森下オーバーライスってことで、これはこれは鶏肉なんですよ。らしいですね。鶏を超えろ、オーバーしろってことで、森下選手同じ1番ということで、鳥谷選手を超えろって意味を込めて森下オーバーライスってことで、なるほど、いただきます。そして僕はですね、こちらじゃじゃん、テルワキ丼でございます。テルワキ丼、はい、まあ、佐藤テルワキ選手、まあ、もちろん佐藤テルでしょ、はい、丼なんですけども、うん、まあ僕ちょっとホームラン見逃すんで、これ食べてね、運つけようと思ちゃんと見れるようにね、ちゃんと見れるように自分の目でお願いしますよ、本当に、はい、いただきます。いただきます。ということで、いただきます。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 マート、マミさん愛してる。こちらが森下オーバーライス、うまそう、うまそう、もう匂いがいい匂いしてきますわ。こちらがテルワキ丼でございます。そうですね、いや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 、美味しそう。うわ、いいね。いや、このしっかりとした味、うん、やばい、うまい。鶏肉に合うね、これ、うん、タレがかかってますわ、これね、美味しい。やっぱテルね、僕やっぱホームラン何回も見逃してるんで、昨日も見逃したよね。昨日も見逃したんですよオープン戦、個人と那覇の方でやっておりますけども、どうですか試合展開は。阪神負けてますけども、なんと、はい、サトテル、はい、ホームラン打ちました。嘘やろ嘘や、見たいねん、ちゃうねんちゃうねん、見たいねん俺ホームランを。どんこと沖縄でも見逃す。まあでもこれ食べたんで今季はいっぱい見れると思うんでね。そうやね、はい、これ食べていっぱい見ましょう。そう、50発ぐらい打ってください。もう前鳥谷選手超えてくれほんまに、うん、一番うんおります。サキさん、サキさん、サキさん来た、緊張する、やばい、守護神ですよ、緊張する、サキさん緊張する、やばい、サキさん、やばいやばいやばい、岩崎投手が岩崎さん目の前に来てきます。
なぜかここへになっております。お願いします、お願いします。はい、マスターとよく岩崎さんの話聞きます。聞かれてます。僕の名前書いてもらっていいですか。18ですか。18で5、はい、書いてください。目指し名前、はい、ありがとうございます、はい、お願いします。すいません、何号ですか。はい、僕も何号です。みんな何号じゃないですよ。この後全員何号とかついてないですよ。ポケブスでお願いします、はい、ありがとうございます、はい、お願いします、はい、お願いします。名前も変えてもらっていいですか。はい、数字で18です。減ってますよ数字。背番号じゃないですよ。18号。はい、もう14号に変えましょう。14にしてもいい。変えましょうもんね。さんが言ってくれんやったら。3枚、あー3枚、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。僕も14号にしようかな。ポケルス14号。みんな14号にしよう。僕ポケルスって書いてひらがな。ポケルス。ポケルスでございます。ポケルス14号になってる。14号になった。ありがとうございます。よかった。ポケルス14号になりました。14号いただいた。注明しました。俺も14号にしよう。すんのかい。くれたー、またサインいただいたー。やばい、やばい。やばい、これはやばい。いや、これやばいよ。はい、行きましょう。岩崎とさきさん、しかも名前入り。いやいやいや、見てください、ほんとね、マラブ18号、ポケルスさん、すごい名前も入ってる。嬉しいな、これは。あと、岩崎投手もよく行ってるね、はい、はい、地元のね、地元の、はい、鉄板焼き屋さん、僕たちもよく行くんですけども、よく行くんですよ。その話題振ってね、はい、ちょっと心を開いてくれたみたいな感じで、本当によかった、共通点があってよかったですね。よかった、共通点があってよかったです。サイン書いてもらえてよかったです。ダブル岩崎、そしてはい、もらいました、うん、岩貞投手、よっしゃ、ありがとうございます。嬉しい。しかも名前入り。いや、学ぶ18号。サマって何。サマ、いや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 、サマって何。すごいじゃん、サマですね。絶対いじってへん俺のこと。ちょっといじってるかもしれないですけど、ね、絶対いじってるでしょ。そう、名前書いてもらうだけもね、うん、学ぶ18号で名前お願いしますって言ったら、本名っすか。本名っすかって本名の14号っすか言われて岩貞投手を背番号でしょ言うて。そうそうそう、14号でもいいですよ、はい、いいですよ言ったら14号でもいいですよ言ったら、見てくださいこれ、はい、ポケルス14号になりました。はい、襲名しちゃいました。ということでね、今後学ぶ18号とポケルス14号、ね、14号になりましたね。やらせてもらいましょうか。はい、いいのそれ。いや、ありがとうございます。いや、ほんま面白いね。面白かった。さすが岩貞投手、ね、今年も期待しております。お願いします。はい、ということで、いや、もう大満足、大満喫、大満喫、大満足ということで、はい、楽しかったです、ね、いや、ほんまにね、練習風景も見れましたしね、サインもたくさんいただきましたし、ちょっとね、もうお話もできたりね、して、いや、ほんま幸せ、うん、最高の時間、ありがとうございます。ありがとうございました。ということで最終日ですね、はい、キャンプ終わりまして、まあキャンプ続いてますけどもね、うん、僕たちは帰らなければ、行き場所で帰りたくない、帰りたくない、ね、帰りたくない、沖縄最高だね、沖縄帰らないとダメですね、飛行機ありますんで、ね、はい、ということで、まあちょっと海でもね、はい、見れたら見て、帰りましょう。綺麗な海をね、はい、見て帰りましょう。そうですね、はい、私たち大阪湾しか見てませんので、汚いからちょっとね、はい、だいぶ汚いから、綺麗な海を見て帰りたいと思います。ありがとうございます。さらばギノザ、さらばギノザ、さらばギノザ、ありがとう。また来年、また来年お会いしましょう。バイバイギノザ、はい、バイ。来ました、はい、来ました、沖縄の海、めっちゃ綺麗、綺麗、いやー、いいー、はい、なかなかの道を、はい、まっすぐ突き進むのみ、お、全身あるのみ、お、おお、タトゥーバンタへ向かっております。タトゥーバンタね、行きましょう。沖縄最高。いや、え、高田久美のライブみたいな。来た、はい、来ましたよ。来たか、さあ出てくるのか。ソルトファクトリー、あ、これも阪神が、トラジニー、トラジニー、もう沖縄もう全土がもう阪神タイガースの島なんよね。違います。はい、ということで、着きましたけども、ね、なんか楽しそうですよ。ちょっと地図もらったんですけどもね、そうなんかね、すごいパワースポットがいっぱいあるみたい。パワースポットがそうそう、はい、色あるみたいで、まずパワースポット寄ってから、ね、カフーバンタ行きたいと思いますので、ご利益もらってきます。そうですね、ミーティングザ、ミーティングザ、こうこう登っていく感じだね。あ、もうここが、あ、これがここがミーティングザ、着いたよ、早く着いた、早くも着いたわ、見てみます。あ、ここが、はい、ガジュマル、ガジュマルの木、ガジュマルの木、はい、ほー、なんか神が宿ってるって感じがするね。そう、お、何それ。そうか、パワーもらってるけど、清掃寺みたいな。賢くなるようにみたいなね。
行きます。女性など要となるエネルギーのこれなんていうお福分け、福分けがいただける。ほう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 。あ、女性、あ、お福分けしてもらおう。女性お福分けしてください。お願いします。言い方がなんか言い方があれ書いてるからね。お福分け。言うね、ミティムさんが言うてるから。そうやな。もらえたらいいんですけど、ね。女性くれ。くれ。女性をくれ。ちょっとね、昨今やめた方がいいですけど。書いてるからね。書いてるからね。お福分け、お福分け。書いてるんです。はなりだき。はい。はなりだきね。こっちが、はい、右がはなりだきで。うん、ここか、ここかな、はなりだき、はなりだきだ、来ました、来ました、はなりだき、お、あ、すごい、なんかゴツゴツしてる、ゴツゴツしてるよ、すごいな、ここははなりだき、琉球石灰岩ですって、休息が必要な方に柔らかい癒しのエネルギー、ああ、届けてくれそうですね、なんか言われてみれば、うん、癒されてる、ブラシも弱いなすぐなるやんか、はなりだき、はなりだきでございます、癒しを、癒し欲しいね、癒しを、ありがとうございます、癒しください、心なしかなんか笑顔になった気がしますけど、なった気がしますけどね、はい、それでは行きましょう、行きましょう、怖いわ、はい、来ました、カフーバンだ、カフーバンだ、来ました、逆してカフーバン来ました、カフーバン、ビレバンみたいに言うけど行きましょう、雑貨店じゃないですよこれね、よし、さあどんな景色が待ってますか、楽しみですね、登ってきたよ、お、開けてきたよ、お、ここですか、ここですか、お、おお、なんやこれ、すげえ、すごいな、すげえ、なんやこの色、この海の色、ニューヨークさん入れてんちゃうつむら、つむら入れてんやろ、パスクリーン、パスクリーンやろこれ、ぐらい綺麗、それでは行きましょう、阪神タイガース日本一、ここでもやりました、関係やらへんの、全然みんな一斉一緒に行ってくれたね、みんなね、言ってない言ってない、あなただけです、本当によかったね、よかったよかった、ね、最高、絶景、絶景、いや帰りたくないよ、帰りたくない、帰りたくなくなったよ、こんな、ほんまに最高やな、沖縄、それぐらい楽しかったなあ、うん、いや初めてや、これまともに沖縄の海見た、生で、確かにね、うあんな綺麗やったのね、なあ、すごかった、本当に、いやもう地元の海見られへんね、いやめちゃくちゃ汚いからね、ほんまにちょっと綺麗なドブって感じですね、綺麗なドブ、いやすぎるやろ、飛ばすぜ、これ、ほんとね、阪神タイガースの日本一号変な名前ついてる、メンソーレ、メンソーレは別に言え本当の話やん、本当がかっこいい、みえちゃんのバットめっちゃいいや、これピーやとか投げんじゃん、ピーやとか、ピーや、それグローブやどこどこ、ヨハン・ミエさん、あ、ほんまや、めっちゃいいや、ないねん、いや、和田さん、ちょっと憧れやったんですよ、来ました、ビーチ来ました、沖縄の海、うん、初めて、いやいや、初めて入りますか、楽しい、海に帰るな、海に帰るわ、帰れるか、そんなもん、何時間かかんねん死ぬぞ、待ってろ、甲子園戻ってこい。